皆さんこんにちは。こんにちは。今日私たちは大気汚染について発表させていただきます。最初は流れについて説明します。じゃあホットネットの資料をご覧ください。大気汚染によってどんな問題を引き起こすかと、大気汚染の原因とアンケート調査と大気汚染の対策について説明したいと思います。大気汚染とは、私たちが生活で利用している自動車や工場について、自動車や工場の煙に含まれる汚染物質により空気が汚れることを言います。じゃあスライドをご覧ください。煙に出る主な汚染物質は CO2、NOx と SPM です。じゃあこれからサントスが大気汚染によってどんな問題を引き起こすかについて説明したいと思います。サントス。皆さんこんにちは。今日は大気汚染によってどんな問題を引き起こすか、このことについてお話ししたいと思います。まず大気汚染は何でしょうか。さっきフロラムが言ったように、空気が汚くなることです。そしてこれは誰になられますかというと、人間のせいです。そして環境問題についてなぜ知らなければなりませんというと、この頃これらは大きい問題になりましたからです。はい、今から問題について説明します。はい、このサイドをご覧ください。お手元でも書いてありますが、ちょっとこのサイドをご覧ください。一番目は地域温暖化です。さっきゴルデ先輩から質問を、もうグループのグループに質問を聞いてもらいましたから、私は説明します。地球温暖化です。地球温暖化は、気温が上がることです。そして多分みんながこのことを観測したと思います。雨が降る季節の時はとても暑い、夏の時はとてもたまらない熱が出てきます。これは地球温暖化のせいです。そしてまた温暖化ガスは環境にあるからです。この主な理由は二酸化炭素が増えてしまってから、この地球温暖化を引き起こします。はい、次のは酸性雨。この酸性雨は空気で SOX、NO2、英語でサルファーオキサイド、ナイトロジェンオキサイドという汚染物質が増えてくるから、この酸性雨を引き起こします。特にこれの影響は木や野原やマンションなどにあって、これをなくなってしまいます。最後に光化学スモグ。これは英語でフォトケミカルスモグと言います。これは石油、石炭化のせいで引き起こします。そしてこれを呼吸したら時々、病気になりやすくてしばしば亡くなることもあります。なのでみんなが環境問題について気をつけなければなりません。そしてそれに、みんなが環境問題にならないようにしましょうというメッセージもお伝えしたいと思います。はい、次はまたプログラムが原因について説明します。石炭と石油の燃焼。このスライドをご覧ください。この絵を見ると煙だけ見えます。それは工場や自動車から出る煙です。それは
Daikyo Sen no Omona Genin desu. Aja ni wa Gojo ka Gasusumi Sarani Jinko no Joka mo Jinko no Joka ni yori Jidosha no Ryosha mo Fuete Daikyo Sen wa Shinkoku Shitaimasu. Ja Sugi Sunka ga タイキョセンについて説明します。じゃあ、その。私たちはタイキョセン、タイキョセンについてやっぱり伺いたくて、アンケート調査を行いました。この予定で、私は30人に この質問が聞きました。この質問の答えは今から見ましょう。質問1には10キロ以下に行く場合は皆さんがどうやって行きますかと聞いたところで答えはこのように出ました。 答えはオビグラフで書かれました。このオビグラフは、Xアクシスは人々です。Yアクシスは選択です。13人のうちに19人が公共交通機関を使えと答えていました。 また、じゃあ、自分の乗り物とか、モトリッチャとか、使う人が大体同じです。歩く行くと、ことは、歩く行くことと、 自転車を使うことが3人です。質問には、自分の車とかバイクとか、書類で買いたいと聞いたところで、選択ははいと家があります。はいと、 言っている人たちは25です。また、家と言っている人たちは5人です。家と言っている人たちは何の乗り物を買いたいと思いますかと聞いたところは、車を買う人は15人です。 また、バイクを買う人たちは9人です。自転車を買いたい人は1人だけです。質問には、ハイデラバードで大気汚染の最も主な原因は何だと思いますかと聞いたところで、答えはこのように出ました。これはこのグラフで書かれました。 エクササイズは選択です。エクササイズは人間です。大勢の人たちは大気汚染の主な原因は乗り物と思っています。次、大体18人は乗り物を主な原因と思っています。次、工業は 大気汚染の次の原因は工業と思っています。質問、大気汚染の減らすためにどのぐらい心がけていますかと聞いたところで、 人間はこのように答えています。
OJ の人たちは時々大気汚染について減らすために何かしています。これは14人です。12人はいつも大気汚染について何かしています。 4人人はめったにできるだけ何か大気汚染を減らすためにしています。では大気汚染を減らすために私たちは何かできますか。この質問の答えは対策に入れていますが、対策はチャルバックが説明します。チャルバック、お願いします。はい、では対策は行った調査の5番の質問からできたのです。人数によって並べるとこのようになります。まずは公共交通機関を使うこと、次は再生可能エネルギー、そういえば太陽エネルギーとか風力エネルギーとか水力エネルギーなどのことです。3番はプラスチックを回さないことです。4番は森林再生です。森林再生というのは森林破壊を対するためにたくさんの木を巻くことです。5番はできるだけ自転車を使うことです。そして最後は大気汚染について人々に話し合う。自覚が強くなければ対策はできないではないでしょうか。いや、これで以上。ご清聴ありがとうございます。じゃあご質問お願いいたします。